足がずっと長い。来るのは初めてだけど、ここはちょっとどうしても来たくて、祭りとかに匹敵するぐらいどうしても来たかった場所だから、ちょっと体調がね悪いんだけどね。あ、マッコ君いらっしゃい。ちょっと体調悪いんだけど、ちょっとここは強行しなきゃいけないぐらいの場所なんで、自分の中でね、この目の前まで来て休んでらんない。星が綺麗。多分花火の配信とかまだやることあるけど、心霊スポットはもうここで。周り見えないけどさ、もう全部海なんだよね。これ映像大丈夫？止まってないです。暗いのはちょっと仮面性。だからちょっと島に入ります。ありがとう。ちなみになんかちょっと怖いんだけど、何これ。怖っ、このトンネル。びっくりした。ポケモンですか？違うな、心霊配信です。若者二人がいた。マジびっくりした。ポケモンですか？ポケモン人王かな。ポケモン、あら、心霊映るときある。この場所からして人がいて、今目の前から来た。バクバク感半端なかったね。むしろここにポケモンなんかあるんか。気になるよね。橋がある橋。